おはようございます。痛み止めのお注射の時間でございます。競馬です。なぜ競馬がですね、痛み止めのお注射かと言いますと、お金がない、生活が苦しい、そんな時に、週末のですね、馬券に一縷の望みをかけてですね、なけなしのお金を置くと、馬券を買ってからですね、競馬のレースが終わるまでの間は、馬券が当たったらお金が入るかもしれない。そういうふうに思うことでですね、貧しさ、苦しさをですね、ほんのひととき忘れることができるかもしれないということでですね、痛み止めのお注射を打ちたいと思います。それではですね、今回、私が馬券を買うレースは、スプリンターズステークス、G1 レースでございます。中山の芝1200メートルでね、行われます。ギャンブルがお嫌いな方はね、この動画は飛ばしてくださいね。で、私もギャンブルはね、あんまり良くないし、競馬は下手くそなんでね、当たらない。当たらなくてもいい。なかなかこう、アブステイナンスっていうのかな。ステイ、ベットしないですね。ベット、賭け事しない、生活というところにはね、なかなか到達できなくてですね。まあ、その動画のね、話のネタにするということを言い訳にして、馬券を少しだけ買いたいと思います。先週ですね、なんやいうレースでね、6000円失ってしまいましたので、先週はね、痛み止めの注射代高かったですね。で、今週はその反省を含めてですね、3000円だけ馬券を買いました。買い方としては、軸一等五等流しの三連単です。で、私がですね、本命ですね、軸一等の頭に据えたのは、この方ですね、6番、ママコチャ。まあ、昨年のですね、同じレースですね、スプリンターステークスの、優勝馬、優勝した馬ですね。で、ジョッキーは、川田騎手です。まあ、なんか知らんけど、こう、リピーターレースになるんちゃうのっていう、ただそれだけの理由です。で、対抗。対抗は、マッドクール。マッドクール7番ですね。まあ、これを押した理由は、高松宮記念っていうね、こちらもその1200メートルの短距離 G1 レースを、まあ優勝した馬ということで。で、まあこの馬、大きいレースばっかり出ててね、前走は、香港に行ってですね、G1 レース走ったんですけど、残念ながら11着でした。で、そこからですね、5ヶ月間の放牧を経て、で、今回、鉄砲ということでね、まあ、休み明けですね、ちょっとリフレッシュしたところでですね、ドーンと走ることができたらいいなっていう、それだけです。はい。で、次、単穴ですね、東進マカオ。まあ、その、菅原騎手なんですけども、で、東進マカオはね、セントウルステークスかな、買ってまして、このママコチャにね、が2着で、東進マカオが1着やったんですよ。この9月の、まあ、8日のレースやから、3週間前になるかな？ 4 週間前になるかな？だから、まあ、前哨戦からの好調をキープしているとすれば、このママコチャとね、東進マカオ、ここの、まあ、2頭がね、まあ、中心に見ていくレースかなというふうに僕は思ってますと。で、まあ、この
なんていうかな、この新聞、僕はダイスポの夕刊見てるんですけど、ママコチャって結構その客室が自在で、前でも競馬できるし、控えて、指す競馬もできるし、というようなね、騎手の手綱に、従順に走ってくれるのか、本人が自分で走ってるのか、わからないですけども、まあそういう馬ですと。で、この東進マカオは、ちょっと控えてね、指しに行く競馬が得意な馬かなというので、まあ短距離をね、芝に1200のコースでですね、まあ今日はちょっとそのお天気的に馬場が渋るかもしれませんけども、まあ前の馬が止まればね、展開が向けば、マットグルじゃないですね。マットグルはもう先に行く馬でしたね。ごめんなさい。東進マカオですね。今喋ってるのはこの、単穴に黒三角つけたね。東進マカオは、まあ、指す競馬ができる馬っていうことで、まあ、前に行った馬が止まれば、そういう展開がもし万が一あれば、まあ、一着もあり得るかなということですね。で、レンカに、マーベルですね。まあ、三着予想っていうとこですよね。ああ、美味しい。朝5時ですよ。朝5時から競馬の予想してね、やってます。もうさっさとね、朝稼働行ったらいいのにね。で、3番の、ウィン・マーベルに関しては、まあ、KO 杯かな。勝って、それからの休み明けですね。まあ僕は結論として、組んだ馬券っていうのは6番のママコチャから2、3、5、7、8、10、2を流しました。これはもうオッズ見て人気どころから流しただけですね。で、まあ5、6、30、30点、各100円ずつですね、お父さんのお小遣いで3000円、馬券を買っていますと。で、まあ、今回のレースで僕が気をつけないといけないのは、ルメール騎手が乗ります。15番、ベントポーチェですね。まあ、この馬のですね、18ヶ月の休み明けになりますけども、もともとは G3 のクラスのレースではね、買ってきた馬なんで、で、ここに名手、ルメールが乗るということで、まあ、無事にね、帰ってきてくれたらいいわっていう感じで来るのか。販路をね、調教で11本もやっちゃってるんですよね。だから、調子もね、上がってきてるっていうことなんで、ここでルメールはね、やっぱり仕事人なんで、馬主さんのためにね、まあ、掲示板に乗ってくるような競馬をすると思うんですけども、まあ、そこでもしかしたら、まあ、勝ち負けね、1着2着することはなくったとしても、まあ、5着は狙ってくると思うんですけど、まあ、そこでまだ展開が向けばね、もしかすると、3着があるかもしれないっていうね、ところで、ルメールをね、こう、馬券に入れておくっていうのもいいんじゃないかなと思って。で、僕も馬券買ってから気づいたんですけど、この8番のモズメイメイですね、あんまりこう根拠なく買ってしまったなっていう感じがしますかね。で、まあ皆さんね、お気づきやと思うんですけども、まあ、今回その一番人気にね、押されてる、レーン騎手のね、サトノレーブ、サトノレーブ一応僕馬券には入れてるんですけど、じゃあなんでもういつも一番人気とかね、のそういう硬いとこばっかり買ってる
おっちゃんがね、今回なんで外してるのっていう、なんで馬券にのその本命対抗に入れてへんのっていうことなんですけど、ここね、3走、使い詰めでね、ずっと1着してきてるからね、この辺でちょっと一息つくんちゃうかなっていう、それだけです。間でね、間隔は空いてるんですけどね、4月、6月、8月とね、でも、G3 のね、レースで勝ってきてて、相手関係もそんなに強くないレースやったんで、仕上がりとしてどうかなっていうのがあって、オッズ的に見て、1番人気1着するよりは、2番人気の馬が、まこちゃんさんが1着してくれた方が美味しいよねっていう、そういう理由もあってですね、今回は、里のレーブは、上がり馬っていうかね、全3走続けて1着してるんで、人気に押される理由はね、わかるんですけど、でもそういうところをね、やっぱり切っていくのがいいんじゃないかなと僕は思ってます。馬さんもね、G1 レースになるとやっぱり持ってる力をね、やっぱり出し切って勝ちに行かないといけないと思うんで、やっぱりそれにはやっぱりローテーションの中で適度にね、休養したり、調整でね、ちょっとこう流すような走り方をするレースがあってもいいんじゃないかなと思うんで、そんなわけで、里のレイブは馬券からですね、今回れあのまあ紐で流してますけどね、本命対抗には押していません。さて、おっちゃんの当たらない、競馬予想でした。何の面白みもないね、予想ですけどね。この頃の僕の、お茶の、競馬の考え方としては、考え方っていうか思いとしては、堺騎手に頑張ってほしいなって思う感じかな。凱旋門賞もね、行ってましたしね。堺騎手と、川田騎手に、頑張ってほしい。それだけです。俺なんかにね、頑張ってほしいなんて言われると、頑張っとるわいっていう話やと思うんですけど、ただおっちゃんはお金が欲しい、お金でもお金がない、稼げない、そんな苦しみからですね、目をそらしてもらうための、馬券なんで、そのね、ちょっと3000円っていうね、わずかな点数ではありますけども、もし当たってね、先週負けた分が返ってきたらええなぐらいの気持ちではおりますけどもね、このスプリンターズステークスですね、割とこう、リピーターレースかなと僕は思ってるんで、そんなとこでね、ママコチャを一着に予想として押したいと思います。当たらないですけどね。今日の僕のね、このレースの見どころとしては、15番のね、ルメール騎手が、どういう競馬をするんかっていう、そういうところに注目してみたいかなって思ってますね。1年半休養あげた馬を、もういきなりポンと G1 で使いますと。で、おそらく格上相手の競馬になるんだけども、そこで、馬の体をいたわりながら、じゃどういう、位置取りをして、どういうチャンスを伺うんかなっていう。そうですね。だからその掲示板に、掲示板って5着までに入るとね、競馬って賞金がもらえるんですよ。別に馬券には関係ないですね。4着、5着はね。
だからルメールがそのまあこう掲示板に載るかどうか、まあそういうところが僕は結構気になったりしてますね。はい、まあそういうわけでおっちゃんの当たらない競馬予想でした。まあまこちゃん頑張ってね。はい、よいしょ。さあ今日はね、あの日曜日なんですけど、まあ、日曜日はあのお昼ご飯と晩ご飯をね、あの娘ちゃんたちとね食べるっていう、まあ、そういう儀式が、儀式というかね、そういうあの習慣がありましてですね。さあなので今日は朝稼働と、まあ、夜稼働ですね。あの昼というのピークタイムはあの稼働しないです。なんかもう、まあ、今日なんかもねゆっくりしてたらよかったんやろうけど、まあ、どうしてもあの Uber Eats のね、あと30回やったらあのステータスがダイヤモンドになるんですね。まあそういう人参をぶら下げてくれとって、でダイヤモンドになると、まあお客さんとして Uber Eats を頼んだ時にあの2回まで1500円以上頼むと1000円割引しますっていう特典がついてくるんで、だから30回やったらまあ2000円分 Uber Eats 割引してもらえるっていう、まあそういうあの特典があるんで、それをちょっと目指してあと2日、うん、今日と明日ですね、もう29日だもんね、9月の、うん、頑張ろうかなと思ってます。だからまあ今日そうですね、あの今日まあ朝と夜で、まあ、10回ぐらいできたら、10件ぐらい配達できたら、まあ、見えるかなと思うんですけど、まあ、その日のね、こう、展開によって、1日20件配れない日も僕はあるんで、体力尽きちゃうんですよね。8時間ぐらいやってるとね。うん。そうですね。まあ、昨日はまあまあ、いい感じでしたけどね。うん、17件かなんか、配れてたね。で、まあ、あれですね、クエストがまだ10回と、20回やれば、1件あたり75円かな、報酬がつくっていうのがあるんで、まあ、ちょっとそれも、僕の中ではこう、なんてこう、ガソリンにしてね、魂燃やして、お弁当配達していきたいかなと、思ってますね。だから、まあ、まあ、今回の、3000円の馬券代を、出すためにも、そういうクエストをですね、クリアせなあかんし。うん。で、結構その、僕思うんが、その、なんていうんですかね、Uber Eats って配達レーダーみたいなのがあるんですけど、どうやってなんかこう、挙手制みたいな感じで、この依頼やりますかみたいなのを、複数の配達員に情報を流すんですね。で、配達員から返事して、やりたい人って申し込みするんですけど、で、申し込みをしたら、こう、後からこう、Uber Eats の方から、こう、配達依頼を承認した人に、うん、配達の指示を出してくれるんですけど、それがやっぱり結構僕弱くて、なんか負けちゃうんですよね。で、負けちゃうねんけど、なんかそのちょっと時間差でね、なんか何分か経ってから急に配達依頼が来たりするんですよ、その配達レーダーのね。でそれってどういうことかなって思ったら、他の人が配達レーダーの配達依頼を承認するけども、なんか多分あんまりいい依頼じゃなかったから断りはったと思うんですよ。で断ったから、じゃあその繰り下げで僕のとこに来てるんちゃうかなっていう、なんかそういう風に思ってて、なんか怪しいんですよね。だから配達レーダーの配達依頼に、まあ、手を挙げると申し込みするけども、なんか、あ、漏れたんかなと思って、反応ないなと思ってたら、しばらくしてからなんか急になんかこう、なんか画面変わってて、嘘って、さっきの配達レーダーのやつ、申し込んだやつ、いや、今頃って、
ていう感じのタイミングで配達の指示が来たりする、来てたりするんで、もうこれ気づかへんかったらもうやばいっすよね、なんか。うん。なんかその間、なんかちょっとこう、まあ、昨日なんかもう、Uber のアプリしかオンしてなかったんですけど、ちょっとそういう時間差のあるところで他社の依頼を受けてしまってるとなんか気まずいから気ぃつけなあかんなと思ってて。うん。まあ、受けキャンやったら別にピックする前やったらね、大丈夫だよっていうのが通説なんですけど、うん。だからもしかしたらその、配達員のランクとかにもよるかもしれんしね、その、受けキャンした時の。ウーバー側の対応っていうのもね。だからベテランの人はまあしゃあないかと思って甘やかしてくれるかもしれへんけど、まあ僕みたいにこうまだ3ヶ月目ぐらいで配達件数もそんなに、月に300件もやってないよっていうやつやったら、そうやって受けキャンばっかりしとったらね、もしかしたら切ってもええかと思って切られるかもしれんしね。まあ切られるっていうのは、アカウント停止で、配達アプリ使えなくされちゃうっていうかね。まあ、要は Uber からクビになるっていう、まあそういう話なんですけど。さあ。まあね。なんかね、金運上がるようにトイレ掃除でもしようかなとも思うし、まあなんかそれほど気合い入れてるわけでもないから、まあ、ええかとも思うしね。まあただなんか今日は謎に早起きしてしまってね、朝稼働せなあかんなーっていう気持ちが僕を起こしてくれたんでしょうけども、あすやすやすや、昨日寝る前にまあ、なんとなく競馬のね、予想をした動画を上げなあかんなー思ってて、やってなかったなーと思って、うん、それできてよかったなと思ったんですけど、これちょっとまあ、この寝起きでね、こう頭すっきりしてなかったからね、とにかく馬券も買うとこまでやったんですけど、もう僕買ってしまうとね、馬券買うてしまうと落ち着かへんくてね、もういつまでも競馬のこと考えてしまうんで、うん。そう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 。だからまあまあ、ちょっとね、ダッサイ馬券ってよう言われますけどね、僕はこのスプリンターズステークスは、川田ジョッキーの6番から、2,3,5,7,8,12 ですね。うん。まあ、何のかっこよさもないですけどね。ちょっとこういう短距離の、もう鼻水出てくる G1 やから、ちょっとね、こう、一辺があって、ポーンと走ってきそうな、ちょっとそういう穴っぽい馬を、もっと馬券に入れてかなあかんねやろうけどね。うん。だからまあまあ、僕はこれはほんま自分で買うてみて分かります。これはもう多分同じような馬券買ってる人申し訳ないですけど、これはもう当たらない馬券やと思ってます。うん。もっとこう、パンチ力のある、組み合わせの馬券を買わないと、もう痛み止めにならないですね。うん。だから10万馬券とかできない組み合わせなんで、まあできてもそんな多分、2,3万円とかそういう馬券やと思うんで、うん。まあ、ただ、1,2,3,4,5,6,7。まあ、7番人気ぐらいのがね、2着ぐらいに来たら、まあ、4、5万になる可能性もあるかなと思うんで、うん。ねえ、うん。そやね、なんか5万円入ったらどうしようかな。うん、まあ、支払いやね。来月の。PCX の支払いに回したいと思いますね。うん。まあ、どっかでね、僕でもね、当たったら30万円みたいな買い目をね、ピタッとこう、点数絞ってね、買ってみたいなと思いますけどね。うん。ちょっとこのレースはなんかちょっと僕の触手が動かんかったかな。うん。あんまりこう、そのスターホースというか、応援したい馬もおらへんけど。うん。まあ、秋はね、運動会のシーズンなんでね、うちの娘ちゃんたちも今、運動会の練習とかでね、頑張ってますからね、うん、おもちゃのかけっこもね、娘とちょっとね、こう、一緒に見たりすることもあるんですけどね、頑張れ頑張れ言うて、娘もね、おもちゃ応援してくれるんでね、うん、まあ、結構そやね、京都競馬場がね、また、再開してね、大改修終わって、
大きなレースの時は、競馬場の周りで、おそらくプリキュアショーとかね、仮面ライダーショーみたいなのをやってたりするんで、まあ、10月ね、菊花賞の日とかね、天気良かったら、娘ちゃん連れて、プリキュアショーを見せに行きたいなと思ったりしますけどね。うち実家高槻なんで、高槻泊まれるんでね、娘と一緒にね。まあでもちょっとね、電車乗ってあんま大人の人がいっぱいおるとこ、人混み連れてくの怖いですけどね。まあでもそんな風とかね、そういうのを流行り病もらうような距離感ではないから、まあ、そこはいいかなと思うんですけどね。なんか児童遊園みたいなね、そういう、なんていうんですか、この子供が、順番に遊具を触ってるとかね、そういう状況ではないと思うんでね。まあまあ、そんな、ね、そんな潔癖みたいなこと言ってたらね、どこも行けないしね、子供は子供で免疫力持ってるからね、そんな神経質になることはないんやけど、まあ、ペット行ってパッと帰ってくるぐらいのね、ことはしてもいいかなと思って。ただ、競馬場のね、G1 レースの時のそういう、大衆が熱狂しているところの空気を、そういう、幼い子に体験させることで、こう、なんていうかな、そのギャンブルとの、初期のね、接触体験をさせてしまうんで、まあ、将来子供が、ギャンブル依存症とかになる、道筋をね、作ってしまうと良くないのでね、まあ、そこは気をつけてあげなきゃいけないけども。まあでも僕なんかでも子供の時にそういうお父さんがすごいタバコ吸ってたから、逆にもうタバコは吸いたくないと思ったりもしたから、まあ反面教師として生きてくる場合もあるしね。親がギャンブルしとってすごい嫌やったんや。だから私はしませんっていう、そういうね、賢い子供もようけおるしね。まあまあ、人生いろいろでね、娘ちゃんには娘ちゃんの人生があるでしょうから。お父さんは、この前ね、この前というか今週、娘ちゃんたちと奥さんと、プリキュアの映画を見に行ったんですよ。ワンダフルプリキュアの映画ね。いや、嬉しかったですね。僕ちょっとそういうアニメとか好きやった時があって、ちょっとオタクっぽいとこあったんで、まあ自分の娘とね、そういうプリキュアの映画みたいなのを見に行けるっていうのはすごい、憧れであったし、そういうのが叶ってよかったなって思いますけど、ただ僕は映画が始まって20分せんうちに寝てしまって、パッと目覚めたらもう最後の、クライマックスでね、最後の戦いをしてるとこでしたね。だからこう、ストーリーとか途中誰が出てきて何言ってたかとか、そんなんはもう全然分かってないんで、映画終わってから、奥さんと娘が、あじゃこうじゃ言うけど、もうちょっとネタバレするからもう喋らんといて、みたいな感じになりましたけどね。もう一回見るんかな。でも、おっちゃん一人で見に行ったらやばいよね。なんか、平日の朝早い時間の、スクリーンでしたけど、見てる人、うちら家族4人だけでね、長女と次女とうちら夫婦4人だけでね、もう映画館貸し切り状態で見れたんで、まあそれはすごい面白かったっすけど、まあでも寝てしまいました。まあそうやね、僕もだから娘とそういうアニメを楽しみたいっていう夢があって、今叶ってるし、まあそうやね、でもまあ、競馬もね、一緒に行けたらと思ったりもするけど、まあ、そんな競馬を楽しめるような余裕があるんかなっていうのもあるのはあるっすけどね。だからお父ちゃんがこういうそのお金ないって苦しんでて痛み止めを打つために馬券買ってるみたいな、そういうのをやっぱ子供って里いから分かったりすると思うんですけど、まあ僕はそういう子供を楽しませるために行くんやっていう感じで行けるんやったら、まあ、競馬場に子供を連れて行きたいなって思ってます。はい、以上でございます。じゃあ、配達員の皆さん、今日も一日安全運転で、無事故無違反で、がっちり稼いでいきましょう。今月残りわずかですけどね、事故だけないように、お互い気をつけましょう。じゃあ、いってらっしゃい。